さあ、パズドラガチャ、久しぶりですね。動画で出す。まあ、僕自身は結構やってるんですけれども、まあ、注目のガチャという、注目されてるんですか？もう、うんざりですよね、皆さん。呪術廻戦コラボガチャ、来ましたんでね。星8、虎杖悠仁、五条悟。ここにやっぱりね、全員当時が入っていないのがいかがなものかというふうに思うわけですよ。ね、で、星7に全員マキちゃんいますけれども、これがまさに当時化してるじゃないですか。あ、これネタバレ注意ですんでね。まさしく、フィジカルモンスターになったんですけど、マキちゃんが。っていうところで、双子のもう一方のマイちゃんが星6で、その衣装を受け継いだマキちゃんが、まあ、原作を非常に忠実に再現してこの後進化するんですかね、全員マキちゃんという感じで、星8が 4%、 星7がそれぞれ 3.2% の2467体ですんで、だいたい 22%、 ざっくり4分の1を引けば星7以上が出るよというところ。今回星7をコンプリートしていきたいと思います。星8は交換できますんで、虎杖君と五条先生は。はい、それでは行ってみたいと思います。星7コンプを狙って、はい、星6、お、これはカモですね。まあ結局キーマンでございますけど、ランダムでルーレット2個作成性っていうのはこれどう使えるんですかね。で、新しく3色攻撃強化っていう覚醒がついてますね。はい、赤血小筒、ね、虎杖のお兄ちゃんもどうせだったら入れてほしかったんですけど、残念ですよ、ね、ちょ、名前がね出てこないんですよ。もうちょっとね、ジャンプも、はい、舞ちゃん来ました。ジャンプもその振り仮名をもう少し大きくやってほしいですよね。あんたなんか大嫌い、これはまさにマキに言う言葉ですけど、今んとこ星6ばっかりですね。星6以上、あ、来ましたね。が、ヨガさん。ね。会えなくとか言っちゃうとまずいですね。ほんとネタバレだらけの。原作はすごい最初の方から、最初っていうかもう、連載当時から読んでまして、これは面白いなと思ってずっと読んでたんですけど、ちょっと世界設定が、あ、女王来ました。星7ですね。このジョーゴは何でしょうね、ワンピースでいうところの杯みたいな、もうマグマを司る呪いですね。えぐいぐらい強いんですけど、ただ五条先生には全くかなわずに、五条先生かつあとあれにも虎杖の変身した七夜でございね、両面少なにも全然歯が立たずっていう。ただ相当強いです。相当強い呪い。だから宿儺に最後やられちゃいますけど、宿儺がいなかったら多分上古の暴走は止められなかったんじゃないですかね。五条さんが封印された後は。はい、じゃあゴキャラ来ましたね、はい。っていう感じで、どんどんネタバレしていきますんで。まだ読んでない人は、あ、この人、この子がいい味出しますね。であれば、特級術師、女性の方いるじゃないですか。五条よりはちょっと下回るけど、私は強いよって言って、最後結局、ゲトウの暴走を、まあ、ゲトウではね、カモノの暴走なんだけど、あれを止めに来たね、特級術師とかやっぱ入れてほしかったですよね。あ、もうダメっすね。これまずいっすね。4分の1全然出ないんだが。もう全部。あ、これやばいね。回した ?6 回ぐらい。星7以上何個出た ?10 回回して4体。4体も出たの、そう、勝ち組やん。五条先生出た。出た。虎杖は。あー、やばいね。これはやばいね。
あ、一応そっか。この子が、なんでだからさ、釘崎さんが星7なのかの俺は意味が分かんないよね。強さで言ったら星7ではなく星6だよね。まあ、ただその虎杖含め、まあ主人公チームに非常に影響を及ぼすというよりはむしろ主人公チームの一人ですよね。釘ドロップっていうのがね、これがちょっと新しい要素ですよね。この釘先だけに釘ドロップっていう、ちょっとまだ見たことないんですけど、釘ドロップ自体が何なんですか。釘ドロップって1個消すと 1% 割合ダメージ、うん、あー1個消すと、あーなるほどなるほどなるほど、あの呪いの人形的な。あ、パンダ、パンダ来ましたね。パンダ欲しいか。全然スキルとか見てない。花見とかいいの？あ、花見は交換キャラか。あ、これがなんか唯一無二の東堂、ブラザー東堂ですね。ブラザー東堂、この何ですか、これ進化させたら使えるようになるの。この不義遊戯っていうスキル、リーダーと一番右のサブを入れ替えるっていうのが、これがねちょっと今までなかったっていう。リーダーと一番右のサブを入れ替えるだから、ただのリーダーチェンジじゃないんだよね。これは本当に面白いですよ。で、五速攻撃強化って新しい覚醒。これみんな引きたいんでしょ？引いた？あ、引いたんだ。やりますね。10連で。トードは、たださ、これとかもトード使わないんじゃないかなっていう。ザコです。ゲトウスグルがいないのが僕にはゲセなの。本当に。思いませんか？呪術廻戦リュウさんは読んでないんですか？読んでる。おかしくないですか？ゲトウスグルがいないのはやっぱり五代の相方じゃないですか？五代じゃない、五代はメゾン一国だわ。五条の相方じゃないですか？いろいろ足りてない。足りてないよね。なんかちょっと見切れ発車感は否めない。ゲトウはいなきゃあかんやろ、どう考えたって。あと、だから全員当時最強じゃん。だって呪力ないんだぜ。呪力ないのにあんだけ強いんだぜ。一発五条殺してるからね。知って、原作読んでる？うわ、読んでない。マジか。まあまあ今大事なことばっかり俺ずっと言ってるよ。原作を読むにあたってアニメ全部出てきてない。あ、アニメあんだ。アニメ見てんの？アニメを一応。なんで今噛んだ？アメって噛みすぎやろ。はい、この子とかちょっと俺覚えてないもん。あ、新影流の子か。分かった。この子を入れるんだったらさ、もっと入れるべき子いたんじゃないのかって思うよね。あと真人な、ま、必要なのは真人だね。舞ちゃんね。だったらさ、全員家当主、直人とか入れてほしかったよね。あと、七海さんとか。七海さんいいんだ。さすがに七海さんはいるか。あ、来た！真人。はい。これが一応、なんでしょうね。シーズン1の、虎杖の最大のライバルっていうキャラクターです。まあえぐいぐらい本当に悪というよりはもはや呪いですよ、ね、悪よりもなんかもうひどい状態、呪いです。はい、これがねまさかの、まあまあちょっと原作喋りたくなっちゃうんだけど、これ読んだ方がいいっすよね。まさか真人もかっていう、うん、今ちょっとね、あの作者の何さんでしたっけ、あの人名前呼べないんですよ。読めない作者の方がちょっとね、やっぱ具合が悪くなられて、あのお休みしてるんですよ。だいぶ長期になりましたね。もう3ヶ月ぐらいになりますか。大変ですよね。新型コロナウイルスの影響と言われてますけれども。はい。あと、七海さんだけかな。
あと伏黒、伏黒か、伏黒星7はちょっといかがなものかなとは思う。だったらやっぱ当時出してほしかったね。しつこいよね。当時のあの無慈悲な感じがちょっとかっこよくてね。まあ呪術廻戦、あ、七海さん来ましたね。呪術廻戦だけに、要は人が持ってるその呪力っていうものでいろんな術を出していくっていう世界観なんですけど、その当時言ってるその今伏黒系の恵みって読むの、あれ伏黒系の父ちゃんである善意当時っていうのは呪力を一つも持ってないんですよ。だからブラッククローバーの言ってみたらあの主人公みたいな感じ、アスタみたいな感じ。ブラッククローバーは魔法の世界なんだけど、アスタはマルコをみじんも持ってないわけでもすげえ強い。結構呪術廻戦の何がいいって、意外とこのキャラクターはいなくならないなっていうキャラクターも、あ、これでコンプだね、終わった終わったよね。はい、じゃあ全員マキさん。いやマキ出たらマキ買えばいいんじゃん、もうもはや。前も出た、前出た。じゃあ巻き狙いで星8を狙う感じにする。星8は2つも出てる、うん、では星8は交換できるから、じゃあ巻き最後巻き狙いね。で全員巻きも同じく当時とな、お、あ、出てない。栗崎さんやたら出る。巻きもこれは、そういえばさ、釘崎さん生き残ったよね、多分。多分生きてるよね。あれはちょっと嬉しかった、俺は。そこまで、さすがに主人公チームの中で欠損を出すかと思ったけど、そこまでやるか呪術廻戦と思ったけど、多分、野原は大丈夫。ああ、はいはい、虎杖ね。虎杖雄二。スクナの器って書いてあります、スキル。これ両面スクナっていうのは日本のその妖怪の中で、ヌラリヒョンと並び立つぐらいに強いとされてる妖怪の一種で、でまあ、平安時代ぐらいですかね、いつの話なんだか知らないですけど、それを封印した時に、要はその両面スクナの両面っていうことはつまり面が2つあるわけですよ。つまり腕は2本ではなく面が2つなんで4本で、指10本かける2で20本の指を封印のために使ったって言うんですよ。知らないでしょ、原作。アニメしか。ああ、アニメ見てんだ。そんな説明いらないか。おいで、その指を20本集めると、その両面スクナは復活できるという話で始まるんですけど、でこの虎杖雄二っていうのは多分これ、おそらくあるんだろうね。生い立ちに何か出生に秘密がだよね、あるよね。じゃなきゃあんなに呪力を持ってなくてあんなに強いわけがなかったわけで、呪力を持ってなくてすごい強いからスクナの器として、要はスクナが転生するためのあれになるんですけどね。ちょっとやっぱ漫画っていいよね、こう想像力をかきたてられるっていうかさ、その若さの秘訣ではあるよ。60になっても週刊少年ジャンプ読んでたら、まあまあ、でもそういう60歳これから増えていくよ。うん、だ僕があと12年でしょ。あと12年しかねえのか、完璧まで。なんかすげえ嫌なんだけど。本当に。嫌だなぁ。だからさ、やっぱよく言われるんだけど、シワがさ、笑いじわがね、ここの笑いじわがちょっとえぐいなとは思うんですよ、僕自身も。これさ、買った方がいいんじゃないかな。あと星6いったら出てる。いいよ、別に星6なんて。え、何が出てるの。メカ丸が出てる。あ、メカ丸か。メカ丸のサイドストーリーも結構ね、いいんですよね。メカ丸っていうのは、いわゆるちょっとした障害者で、要はそれを、障害があるのを補うためにその磁力を使ってメカに自分の魂を吹き込んでいろんなところでこう活躍っていうか暗躍っていうかするんですけど、それがまたいいんですよ。呪術廻戦はね、ただしですよ、ちょうど伏黒終わったじゃないですか。
あれが、ほら名前出てこない、社会現象になった、そう、鬼滅の刃が週刊少年ジャンプで連載終了したところ、はい、メカ丸来ましたね。あとマキちゃんだけどね、あ、まあまあスキル強いじゃん。ダメ級と属性吸収無効ってこれ結構強いよね、11ターンで。ただもう進化もしなければ武器化もしない、だから強いよね、このスキルは強い。ただ弱そうだな、回復力全然なさそうだし。最近ダブル吸収はもう安売りしてるのね、安売りしちゃってるね、ただね、やっぱあのいろんな属性に応じたパーティー作るんで、あのあるに越したことはないで、そう、鬼滅のね、後釜として呪術廻戦が来るって言われてるけど、そこまではないと思うんだよね。あの世界観がね、おどろおどろすぎんのよ、呪術廻戦で。で、今シーズン1、虎杖と真人の戦いが終わってシーズン2に入ってるんですけど、このシーズン2が なんだろう、ちょっとしたゲーム感覚なんですよね。まあ、ある世界のリーダー的な人が、なんかあれちょっと世界設定小難しくしすぎだよね。まあ言うて読むんだけど、回遊魚みたいな、回遊魚はマカオだ。回遊、なんだかあれ。読んでないんだもんな、原作な。なんかね、あるの。だから連載再開したらみんな読んでほしいと思う。うん。いい。それでこれ出なかったら買うわ、マキちゃん。これ出ないね、これ。ああ、ほらね。もうすっごいもう悲しみの果てですよ。モンスターボックスがいっぱいになっちゃった。何連したの、今。51連です。うわぁ、じゃあ拡張するわ。ああ、もうカモしか出ねえじゃん。だからカモがいてなんでゲトウがいねえんだよ、ほんまに。おかしいやろ。そのくせさ、全員マイちゃんに比べてマキちゃんの方が全然星7で強いしさ、そこは原作に忠実にしてんのにさ、っていうところですよ、ガンをさ。やっぱりね、あのコラボするからにはその原作を読んでる人を納得させるだけのあのキャラの強さにしていただかないと、僕たち黙ってないんでね、あのひたすらお金使うことになっちゃいますから、あもうダメじゃん、もうやめればよかった。本当にもうなんかすっごい悲しいんだけど、俺貯めてきたんだよこれ。俺、あ、出た、あ、出てないの、ノバロだ、貯めてきたんだよ。あ、ちょっと待って、俺こんなの回してる場合じゃないじゃん。俺ね、これの、あの、でもいいや、星7、2回出たわ。ちょっとこれ、連チャン戦あるからもう1回。あのね、買ってあったの、すでに。星7確定ガチャを。それを、おー、いいね、星7、3連チャン、いいね。よし。これは、これ回しますわ、メールで。ほら、見て。今日回そうと思って、貯めてきたの、12日前から。あ、2日前からだ。いくよ。まずは、この普通ガチャ。あーてねえなー。で、これも普通ガチャ。5万いいねで、一回回せる。あーてねえなー。おいで、お、先にこっちや。あーひど。さあ、星7が2回待ち構えてますんで、いきますよ。これは10万いいね達成記念でもいただいた星7確定。五条悟るか、まきちゃん。あー、虎杖か。虎杖武器になって強い。え、これどうなのこの武器。弱くね？HP80% 減少して毒ドロップが少し落ちやすくなって9ターンの間操作時間回復力闇属性が 1.5 倍。弱くね？これ弱くね？これ弱いよね。
これでいいのか。あ、これは強い。ああ、なるほど。変身すると両面スクナになるんだ。これは強いわ。両面スクナは闇5個つなげて消すとダメージ軽減。お、闇5個でダメージ軽減はすごいね。で、6倍の4コンボ加算。闇5個続けるだけで。で、2.3 倍。これはすごいっすね。サブ618の6に12だから 13.8 倍っすね。ね。で、ちょっと弱いか、13.8 倍って言うと。ただ4コンボ加算だからそこで相殺されるのか。コンボ強化4つ持ち。あ、火力はすごい出そうだけど、ちょっとここが矛盾してるね。闇列強化でここ6個つなげなきゃいけないから、ちょっと中途半端かな。言うようになるでしょ。なかなか的確な解説じゃない、これ。はい。ここでマキシャンが出ればもう買うこともないです。下打ちしちゃったんだな。買う。ちょっと隠してね。はい、メインマピガチャ来ましたので、マピガチャ回します。はい。この子が、今後のキーキャラクターになりますね。シーズン2でのキーキャラクターになります。マキちゃん。おそらく、だから、もう一回呪術廻戦コラボが来るんであれば、この子はおそらく最強になるぐらいキーキャラになります。特級呪具。要はね、呪力がないんですよ。もうフィジカルモンスターです。全員負けは。強えな。6コンボ以上でダメージ軽減で攻撃力22倍。で、4色同時攻撃でダメージ半減だからすごいですね。ダメージの減少率がえぐい。でも十字強化なんで使いにくいな。僕みたいなパズルはあんまりうまくない。そして、モンスター交換場で、五条先生を最後、ゲットして、おしまいと。そうね。あ、やっぱ星8だからちょっとえぐいね。これ、交換対象が。だって、ああ、この辺のリーチャーはいいわ。リーチャーみたいな。リーチャーでしょ？ブレーネは2体必要だよな。ウルカ。ああ、学園ウルカは絶対1体は必要だよね。で、ちょっとこれは困るね。出せないんだけど。ね、出せないんだけど。きついね。こんな野原ちゃんいらないよね。こんな野原ちゃんいらない。ちょっと待って。武器化すると。うん。究極進化すると。野原ちゃんこんないらないだろ。3体いればいいだろ。よし。で？あと1体が選べねえなぁ。これいる？このアルバート。アルバート4体いる？アルバートはいます。いります。4体いる？水と闇にも分岐する。メノアいるよね。どう考えてもメノアいるよね。2体しか持ってないからさ。これちょっとえぐいなぁ。ダイヤいらねえべ、もう。こんな。いやー、ダイヤも強えかなー。こいついらねえか。グリゴリー。強さとしては面白いんだけどね。使うことないでしょ。この二大攻撃モンスター、グリゴリー。使わないよね。どう？これ使わないっしょ。ね。これ使わないね。グリゴリーは使わないね。一体持ちはやらない方がいい。たださ、他にいないんだよ。なんかこれダイヤ。メダル余ってない。余ってるよ。メダルでなんかエンシェント。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。なるほど。
つまりこういうことだよね。この辺だよね。俺全然使ってないから。これ、こういうことでしょ。ああ、これ、これでいこう。じゃあ、これ、ゼウスいこう。ね。はい。よし。よし、これでいける。コラボで、五条悟りで、1、2、3、4、5。はい。さあ、来ました。呪術廻戦史上最強のキャラクター、五条悟るでございます。これは強いですよ。はい。はい。強いか。非6個以上つなげて消すと攻撃力16倍で3コンボ加算、9コンボで 60% 軽減のさらに 1.5 倍24倍。お、かっこいいね。え無限をちょっとスキルにしてほしかったよね、であるなら。いや、挙式のこれもまあ確かに強いんだけど、やっぱ五条悟の凄みは無限じゃん。ね。ねえ、ちょっとみんなアニメ見てる？アニメにも出てこない。無限？無限？無限っていうのはちょっと奥義にも使えて、例えばミナヒロが俺に攻撃を加えてくるとするじゃん。ね、そうすると攻撃の対象に近づけば近づくほど無限になっていくわけ。限りがなくなっていくわけ。つまり分かりやすく言うと、どん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 ね、スピードが遅くなっていくわけ。で、絶対にゼロになることがないの。無限って言葉だけじゃ6の目って意味が分かんないけど。ああ、これちょっと大丈夫？あ、やべ。分かる？ね？これは中二病よ。うん。キングオブ中二病まであるからね。だからいつになってもここに触れることはできないわけ。五条悟に触れることはできないわけよ。響かねえな。はい。いう感じでございました。お疲れ様でした。ああ、そっか。排出率、何、何？あ、見ました？うん。何パ、何パ？まあ、ほぼ5分ぐらい。59回回して。うん。15パ。59回回して14対星7、1対星8。ああ、じゃあちょっと欠損してる感じか。まあ僕はそこは欠損していいっすよ。その4分の1であれば俺は絶頂対決を引きたい。だよね。今ちょっと得を積んだってこと。はい。今一度ありがとうございました。